だいぶ前に、ほんとデビューしてコラボ解禁されたぐらいの時に、ふぶちゃんに、もうその時はふぶき先輩だったけど、ふぶき先輩に誘われて、ふぶき先輩と、マリン先輩と、水星先輩と、わためで、なんかマリパをやったことがね、あるんだよね。え？わためでいいんですかって思ったんだけど、すごいメンツだよね。そう、ラッコ鍋のやつ。女4人、なんたらで、何も起こるはずもなくってやつ。むわーってやつ。ちょんちょん鍋の画像とか、あと BGM とかね、グツグツグツって。懐かしいよね。みんなで相撲しそう。でも、マリンちゃんとは、一回ね、尻相撲っていうか、やったことあるんだよ。カラオケコラボの時かな。マリンちゃんのそのお尻の力がすごいっていうの聞いて、ちょっとやってみようってなって、めっちゃ飛ばされた。めちゃくちゃ飛ばされた。びっくりするぐらい飛ばされた。で、最初はね、いやそんな言うて、まあ、ちょっと押されるぐらいだろうって思ったんだけど、やってみたらね、もう全然歯が立たない。ぶっ飛ばされたもん。ほんと、ドーンってなるぐらい、前のめりにね、おー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 ってなるぐらい飛ばされたからね。もうすごかった、ほんとに。船長のスマッシュはお尻ですね。スマブラや。受けてみな。飛ぶぞ。いや、ほんとに飛ぶぞ。さすがでした。